NMT さん、英語で言うアクチャリー的な岡田さんの特徴的口調、なんだろうな。これを最近トークの途中に挟むトークを真似しています。これを挟むと思考にワンクッション作れる。あ そうですね。僕の何だろうなっていうのは、言葉を選んでるとき。だから僕はあの何だろうなっていうときに絶対に右側見てますよね。つまり目が右に泳いでるということはイコールサノを使ってるということで、言語を探してるんですね。だからうまく伝わる言葉がな、あ、今もそうなんです。今も軽くこう右見てたんですけども、うまく伝わる言葉、単語、あと熟語、あと言い回しとかを探すときっていうのは僕はだいたい右側を見て何だろうなっていうんですよね。直感的な把握というか全 一般的なハーブをする時ってのは多分ややこっち見てると思うんですけども、あんまりそれないですよね。そういうふうな話をすると手の内をどん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 明かすんで恥ずかしいですね。いつも YouTube を楽しく拝見させております。 はい、はい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 、拝見させております。変だけど、もういいや。おそらく、自粛期間にヒロユキの動画を見続けた弊害だと思われるんですが、僕の中にはリトルヒロユキがいて、僕は嫌だなと思った時、理不尽だなと思った時に、即座に僕が納得できるアドバイスを投げつけてきます。<laughs> <laughs> よかったね。<laughs> 例えば、テストが重なって勉強が忙しくなった時、テスト勉強嫌だななんて考えてると、勉強嫌だなんて考えても仕方がないから、それよりどうすれば効率的にできるかを考えろよといった具合に、まあな 納得できるアドバイスをよこします納得はできるものの、だからといってこのやだなぁという気持ちが晴れるわけではなく自分の中で逃げ道が消えるだけ <laughs> 精神的に辛くなりますえ今これを書いている最中も要は女性的な人生相談みたいに共感してほしいんでしょ人と話せばというふうに言ってきますどうすればこのリトルヒロユキのケツメキツできるでしょうかあのね竹内さんは10代男性でまあ 勉強しなきゃいけない時期だからまだ学生だと思うのでまあちょっと上から目線な言い方になっちゃうんですけども成長というのは何かっていうと。 リトルなんとかが増えることなんですよ。子供の頃はこのリトルなんとかがいない状態なんですね。大人になるっていうことは、このリトルなんとかがだん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 増えてくるんですよ。30ぐらいになるとですね。僕は脳内学級委員会って言ってるんですけどもめっちゃ増えるんですね。で30ぐらいになると20人ぐらいになるんですよ。このリトルなんとかがそのリトルなんとかがみんないろんなことをこう言っててですね。もう自分はその仲裁者になるんです、ね。 気の弱いい学級委員長みたいになってくるんです。それが成長です。青春というのは悩んでばかりというのは何でかっていうとリトル誰それが全員仲が悪い状態が悩みというやつで青春の悩みというやつで大人になるというのはどういうことかっていうとこのいつも喧嘩しているリトルなんとかたちが割ともう喧嘩しない状態になるというのかな。 いつものやつが騒ぎ出すと、他のやつが同調してっていうのが、こうある状態が、まあまあ、大人になるというやつなんでしょう。老化っていうのは何かっていうと、僕みたいな <laughs>、まあ、今のですね、63歳を老化というとすればですね、リトルなんとかというやつらが、ほぼ静かになってきて、もうアドバイザー状態になるんですね。で、どう思うというと、ちょっと言ってくれるぐらいになるんですけども、全部自分で決めなきゃいけないと <laughs>。 <laughs> そうすると子どもの頃からうるさかったリトルなんとかっていうのがつまり、まあ、男はこうあらねばならないとかですねなんか仕事っていうのはこういうふうなものでなければいけないとかですねなんかこういうふうにすればいいのに何でお前はこんなことできないんだっていう。子供の頃頃や若い頃は自分をいっぱい いっぱい攻め立てたリトルなんとかが、全員何かもおとなしくなっちゃってですね。<laughs> 居眠りしてる状態ですかね <laughs> 全部自分で考えて決めなきゃいけないっていうの。これが老化なんですけども。あまあ、あの順調に進んでるとで。最初のリトルなんとかがひろゆきで、まだ良かったじゃないですか。<laughs> 世の中には、もっとたちの悪いリトルなんとかっていうのもいるわけですよね。なので、あとこれが増えていくのでですね。リトルと市場を、そこで養うもよしですね。アイドルソング。 なもうリトルなんとかになるんです。よ。アイドルソングを聴いてなんか元気もらうっていうことは実はリトルアイドルが自分の中に芽生えてリトル女の子、男なのにリトル女の子が自分の中にいたりすることもあるんですね。でそうやって人間というのは多面性っていうのを獲得していくんであバッチリ成長中オッケーオッケーって感じもう悩め悩めリトル同士が喧嘩してそれが若さだっていうふうに思います。 あ野生の人間さん女性30代先週の脳内学級委員会の考え方とても面白かったですああまあいった話ですね私の脳内でもリトルナントカたちがいつも喧嘩してます私はアメリカの精子バンクを利用して選択的シングルマザーになろうとしてますおいよ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 いおい,いきなりすごい話だよねアメリカの精子バンクを利用してその精子で自分の卵子を受精させて選択的つまり自分から選んでシングルマザーになろうとしてるわけですねこの決断に迷いはないのですが子供がかわいそうという 反論したはずのリトル世間の声が子どもがかわいそうと言って止まらないと。 遺伝子情報を含めてドナーを選んだので子供は見た目知能少なくとも健康に優れる可能性が高くまた私には幸い経済力があり良い教育環境を与えられます親兄弟も私の決断を応援してくれてます愛情を注いで育てる環境も整っていますしたがってかわいそうどころかむしろ最高に近いと思いますうんうんこれは同意しますはいはいその通りでしょう本当の最高というのは愛情が深くて解消もある父親が身近にいる環境のことですが今からそんな人を探すのは年齢的な に現実的でないので最初から除外してましたこれが引っかかってるのでしょうかリトル世間の声が止まらないのは一体どうしてでしょうかと リトル世間の声ってリトルひろゆきでもリトル小和田敏夫でもですね何でも同じなんですけども勝手に出てくるわけじゃないんですよね。無意識が SOS サインを出してその SOS に要請されて出てくるんですよ無意識っていうのは案外計算高くて案外合理的なんですよねそういう合理的なですね無意識がどういう SOS サインを出してるのかっていうとまあ不安だからだと思いますよ不安っていうかね結婚したいからだと思いますねこんだけ完璧な準備がとって、 の同意も得てるのに、選択的シングルマザーをやりたくないんですよ。おそらく。ここに書いてる通りですね、今からそんな人を探すのは年齢的に現実的でないので、最初から除外していると。つまり、そういう夫と結婚して父親になってもらうっていうのを、ここの部分を自分で抵抗してるんでしょうね。普通の結婚して、普通のなんか出産したいと無意識が思ってるから、自分のリトル世間の声ではなくて、普通に生きたいというか、それをやらないとちゃんとした女じゃ じゃないんじゃないかっていうふうに、どっか思い込んでるんでしょうね。もちろん理性では全部、それを全て説得済みなんですけどもですね。だから、ここはね、どうしましょうね、本当に。こんなに準備整ってたら大丈夫だと思うんですけどね。僕は、僕の姉ちゃんが、僕はあの二つ上の姉がいるんですけども、30代でもし独身でこれ言い出したら、姉ちゃんだったら反対しないですね。下手に。 変な旦那見つけるよりはってだって知り合いで結局あの結婚したんだけども旦那が駄目であんまり好きになれなくて離婚したとで離婚する時にどうしても親権が自分に欲しくてっていうことで旦那側の親と散々話し合ってもう裁判になりかけてっていうトラブルを割と僕ね近くでいっぱい見てるんでですね そういうういいいいトラブルがない出産っていいじゃんってじううゃゃんん思ちすね。六63歳にしては僕かなりこういうことに関しては割とリベラルかつラディカルな方だと思いますけどもそういうふうに思っちゃうんですけども自分の心の中の SOS が出ちゃうんだったらなぁあと1回だけ婚活やってみたらどうですかでそれで、まあ たまたまオ、OK、ケだったらそっちでもいいんじゃないかと思うんですけど本音って近代っていうのかな20世紀後半の僕らが持ってしまった持病みたいなもんだっていうふうにちょっと最近考えてんだよなネットで本音ってはけるものなのか自我崩壊しそうって書いてるんだけどもだって本音だって僕らが思ってることってさ別に本音じゃないじゃんわざと過剰に過激なことを言ったことを自分で本音だって思ってるわけでしょ例えば別にお前ななんんか好きでもないんだって 言う時って言ってる自分に酔ってるだけであってそれが本音ではないじゃん別にお前なんか好きじゃないんだって本当に思ってたらそいつと合ってるはずないんだもん合ってるってことは幾ばくかその人のことが好きでそしてその人のことが好きだと思ってる自分がほんのちょっと許せなかったり情けなかったりするだけでしょ本音なんて考えたら無限に複雑になってきて自分でも分かんないわけなんだったからさ本音ははけるというよりは多層な多様な自分いろんなことを僕はの脳内学級委員会って言うんだけどさ 自分の脳内に学級委員会ががあっていいろんなやつがいろんんんななこと言うんだよ理性とか自我っていうのはそれの学級委員みたいなもんでさみんなの意見をまとめて一応岡田敏夫の意見はこうですとか考え方はこうですって言うんだけども自分の中にもいろんな岡田敏夫がいるわけだよな、ね、自分の中のいろんな岡田敏夫の言ってることをどんどん出していけば本音になるのかそれは本音じゃないんだよそれはあらゆる方向でいろんなことを言ってるだけなんだ例えば今俺が思ってることは喉が渇いたってことだ で次に、えー、ライト眩しいななっていうことなんだ次に、えー、あそろそろちょ,ちょっとあのモニター見てコメントを読まなきゃとうう思ってんだであと俺今何話してる大丈夫かっていうのを思ってんだよ。これら全てを話したらこれ本音かそうじゃないだろうバラバラなだけなんだよ。その中から何かいかにも自分でも本音っぽいこととか相手にとって本音っぽく聞こえることを思い切って言う自分の勇気とか勢いみたいなことを僕らは本音って呼んだりするだけで実はそれってそんな大事なもんじゃ,ねんじゃないのかなって。 と思っている。さっき話したじゃあその本音っていうのは20世紀後半近代日本の病気じゃなんじゃないのって思っているのはさ最近ですね私が大好きな漫画で源太郎先生のです、ね「不運児たち」っていう漫画があるんだけども。 ついこの間最新刊読んだらさネタで「まどかマギカのネタが出てきて <laughs> 源先生もう60とか70越してるはずだよだって俺が小学校の頃少年マガジンで連載してた先生だよ俺54だよ54歳の俺が小学校の時に少年マガジンでレギャグ漫画連載してた人がいまだに漫画描いてて最新刊の歴史漫画でもうすぐ明治維新っていう江戸幕末の時代にまどかマギカのキャラが出てきて <laughs> 本当にこの人すげえなと化け物だよなと思ったんだけども。 たちっていうのを読んでたらもちろん漫画だからわかりやすくキャラクターはステレオタイプに書いてるわけだなでキャラクターをわかりやすく書くというのはどういう意味かっていうとどの時代でもそうなんだけどその時代の価値観とかその時代の倫理とかその時代特有の価値観で書くとすごい楽なんだよ例えば今僕ら民主主義っていうのを知ってるし個人の自由っていうのをすごく大事に思ってる職業選択の自由とか何やるのが自由とかその大事に思ってるよなでででも、ももある時代に行くと、とそんんななこと大事でも何でもないんだ。 江戸時代に行ったらそんなことは大事じゃなくてそうじゃなくていかにお家っていうのを守るのかっていうことに関してみんなすごいプライドと誇りとやりがいを感じてたんだ,だからそれを時代劇テレビでやってる時代劇ではそんなの書いたら難しすぎるんだよ。 100年前150年前の日本人はこんなふうに考えてましたって書いたら難しすぎるから水戸黄門とかそういうふうなものでは江戸時代でもやっぱり人間は自由がいいんだ好きになった人とやっぱ添い遂げるのがいいんだお家なんてっていうのは縛られてるだけでみんな苦しんでたんだっていうふうに分かりやすく分かりやすくいわゆる朝のワイドショー的なな番組を作りするんだよなそうすると僕ら見ててああ人間っていうのはいつの時代も同じだやっぱり自由が欲しいんだ恋愛が大事なんだ人を愛することが大事なんだっていうふうに今の価値観で読み取って安心すると。 所詮それは嘘なんだけどさ源太郎先生はその漫画をもちろん漫画だからエンターテイメントだから今の時代風の価値観で描きながらその当時の人たちの心の風景っていうの本音をちょこちょこと出すんだけどさ例えば侍江戸時代の男の人らにとっては多分明治の時代の人らもそうだと思うんだけど本音なんて持ってることは恥ずかしくて情けないことなんだよな建前と本音って言うんだけども建前と本音があるっていうことはもう自分の中に二面性があるってことじゃんそれ僕ら当たり前であるっていうふうに考える。 だからこそ、本音が言える場所とか本音が言える相手っていうのを僕らすごい大事に考えるんだけども、それは100年前の日本男児からしてみたらなんでそんなことを思うのともしお前に建て前があるんだったら本音なんて死んでも言うなよと情けない、格好悪いと。 どんなに惚れた女の前でもどんなに酒飲んでてももしお前に本音なんかがあるんだったらそんなこと死んでも言うな逆にお前にそんなに言いたい本音があるんだったらその本音を建て前にしろよそれが男だろう人間だろう侍だろうっていう考え方なんだよな俺らそんな考え方はできないじゃん正直岡田さんは本音を言わないよねいやそんなことないんだ俺あのねさっき言った本音と建て前っていうふうなものは近代の病理だと思ってるから もう自分もその病気に侵されてるんだよだからそれをなんとか解放したいなと思って本音と建前をくっつけよう運動してるんだよねつまり話せるようなことしか考えないあのね英語の話し方のポイントみたいなもんなんだけど俺あのー、ある程度英語話せるんだまともな教育っていうのはもう高校ぐらいまでしか受けてないからさ本当にあに中学生とか高校生が喋れるぐらいの英語なんだけども一応海外に行って講演会で講演してくださいって言われたら 30分とか1時間ぐらいの講演はできるんだよそれぐらいの英語が話せるとただしそれには4日間必要なんだつまりアメリカに行ってその日のうちには絶対できないんだよそうじゃなくて4日間ぐらいかけて現地の人と話していってだん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 脳、NO、を英語にしていくんだその時の僕のやり方っていうのが英語でしか考えないなんだよつまり僕らは頭の中で日本語を考えてそれをく翻訳して英語で喋るじゃんだから絶対にこれが言いたいのに言えないというジレンマに陥っちゃうんだよね そうじゃなくて、自分のボギャブラリーの中で、知ってる英語だけで考えるんだ。つまり、頭の中に英単語しか動かさないんだよ。頭の中で絶対に日本語入れないと。英単語だけでずっと考えるんだよ。で何か聞かれたら、それを翻訳せずに、頭の中で英語で意味が分かんなかったら、ひたすらパドンって言って、相手に問い返す。What do you mean? とか言って、相手の言った単語をそのままバカみたいに繰り返して、意味を教えてもらったら、それを翻訳せずに頭の中に入れる。と。これを4日間ぐらい繰り返したら、なんとか講演 公園っ,て言っても、ね、得意な分野あるじゃんだからアニメとかさおもちゃとかさそういうことだったら俺30分とか1時間ぐらいだったら海外で日本語ほどうまくないんだけどある程度話せるでさっき言った本音と建前ってもこれだと思うんだよつまり建前を話してるというふうに考えて本音こうなんだよなというふうに思ってる限り俺たちはこの本音と建前から解放されないんだよな。そうじゃなくて 話してるんんんんだだ。っったら、これは俺の本音ななな建前なんかじじゃゃいっていててうにちゃんと信じる。る話してる内容とかでももし嘘があったんだったらその場で「いやこんなこと言ったんだけども俺ちょっと実は違うと思ってるんだ」っていうふうにその場でフォローするというように喋ってることをいつも本気100%状態にすると <laughs> つまり頭の中で英語のみにするのと同じように頭の中に生まれてくるものを本音のみにしちゃってそれを 不得意な英語だからさ一生懸命考えて喋るわけじゃんそれと同じように本音しかしゃべらないというふうに決めたらめちゃくちゃしゃべりにくいよそれはどういうふうに言えばいいんだろうっていうふうになるんだけどもそこを建て前として言って本音は隠しとくよりさ全部本音を表現力とかそこら辺でカバーしながらしゃべった方が絶対楽だと思うそうなったら戦争だろうが人間関係築けんだろうかそうかな脳内がシンプルうんそうそう脳内がシンプルになって負荷は 軽くなるんだよな。困難。アイデンティティの幅を縮める。アイデンティティっていうのが、こんなことを言ってるけど、実はこんなことをに考えてる自分っていう、この幅をアイデンティティと考えるんだったら、そこは縮めた方がいいな。僕はそこはロスが多いというふうに思っちゃうからな。なんでかっていうと、これ絶対ゼロにならないんだよ。さっきも言った、本当の本音はバラバラで眩しいなとか、喉が渇いたなとか、そういう動物的な反射神経のものだから。 そうじゃなくてこれをできるだけゼロに近づけても絶対ゼロにならないので、うん、スポーツ選手の合理的な動きみたいなもんで動きとか考えとかに無駄がなくなってきてかなり楽になると思うよそうすると話すことや書くことが圧倒的上手な人が圧倒的に有利そうかもしれん話が難しくなりすぎた <laughs> いかんねん <laughs>